皆さん、こんにちは。8時だよ。全員集合の少年少女合唱隊のコーナーで、東村山音頭を歌ったことで、これにより一躍人気者となる志村けんさん、石野陽子が今現在も、事実婚状態にある男性の正体や、籍を入れない理由に言葉を失う。今日は、志村けんさんのことについて紹介します。まずは、志村けんさんの経歴とプロフィールから紹介します。志村けんは日本のコメディアン、東村山市名誉市民、ザ・ドリフターズのメンバーとして活躍する傍ら、晩年まで自らが持つ番組でコントを披露し続けた。2020年3月、当時パンデミック初期であった新型コロナウイルス感染症による肺炎で死去したことで、国内各方面に大きな衝撃を与えた。生前は渡辺プロダクションを経て伊沢オフィスに属し、同じくザ・ドリフターズのメンバーで、すでに死去している怒りや長介や中本浩二と同様に没後も席を残している。1973年までの旧芸名の表記は、志村けん。ドリフでの初期には、志村けん名義での表記もあった。本名は志村康則で、構成作家としては本名名義でクレジットされた、変なことばかりやっており、そのきっかけは小学校1年の運動会でうんこを漏らしたことで、そのイメージを消そうと面白いことをやり始めたという。小学4年の頃は友人宅で落語のレコードを聞き、それを真似て学級会で酔っ払いのコントを初披露している。人を笑わせることがとにかく好きだった。父が厳格な人物で家庭に笑いがなかったため、逆に笑いにすごく飢えていたが、当時はまだ珍しかったテレビのお笑い番組で漫才や落語を見ていた時だけは、嫌な日常を忘れることができたという。このためこの時間だけが志村が家でくつろげた時間であった。志村によれば、お笑い番組を見ている時だけは、親父も声を出して笑っていた、と語っており、その体験から、お笑い芸人の世界に憧れを抱くようになり、中学生の頃から本格的にお笑いを仕事とすることを決心する。志村が中学生だった頃の父は教員として、毎日決まった時間に職場に行って帰ってくる生活をしており、そんな生活は耐えられないと思っていたという。校長への昇進を目指して勉強に励む毎日を送っており、志村はそれをつまらない人生だな、と思っていたとのこと。この頃、自分の小遣いのために家の近所でバイトを経験しており、自らをコツコツ型で努力家、と評している志村けんさんとの掛け合いで人気だった石野陽子さん。その息の合う様子は、私生活でも培われていたのかもしれません。彼が亡くなられた当初は、その関係を否定するコメントもされたようですが、その真相や2023年現在の恋模様も気になりますね。兵庫県芦屋市出身の石野陽子さん、その肩書きからは、お上品なお嬢様というイメージを持つ人も少なくないでしょう。ただ、確かにお上品ではあるのですが、性格面はどちらかといえば、サバサバ系の印象を受けます。特に、その恋愛や結婚観については、2019年7月29日放送の TBS 系人生いろいろ超会議にて、まさにいろいろ明らかになりましたね。そもそも、なぜ結婚しなければならないのか、その意義をわからないうちに大人へと成長したという石野陽子さん。好きな人と共に過ごすことは、結婚せずともできるというのですね。確かに、と考えさせられていると、すでに彼女は、その考えに従った生き方をしておられました。付き合った人こそいるものの、結婚をしようと思ったことはないそうです。加えて、驚くべきことに、現在進行形でこの生き方を実践中でした。出演者から、今、彼氏は、と質問が飛ぶと、彼女はあっさり、います、と笑顔で明かしてしまいました。この潔さがかっこいいですね。そのお相手とは、年齢は一つ下で、彼女が30代終盤からお付き合いしているとのことですから、2007年あたりにスタートしたのでしょうか。もちろん、石野陽子さんも独自のあの考えを、お相手に話した上での交際とのことです。ならば、石野陽子さんと一緒にいれることがもう幸せと思う、そんな男性なのかもしれませんね。結婚しない主義、彼氏持ちを公言した石野陽子さん。
しかし彼女のお相手といえばやはり志村健さんでしょう。何せあの喜劇王が唯一交際を宣言した女性とさえ言われているのです。お二人の交際歴に関しては5年とも15年とも言われていますね。今回はソースも見つかった前者の方で見ていきたいと思います。そもそもまだ新人だった石野陽子さんの出演するドラマを見て目がハートになったらしい志村健さん、ドリフ大爆笑にゲストで呼び親交を深めたそうです。この時石野陽子さんはコントに対して大の苦手意識を抱いたもののオファーを無下にはできなかったようですね。そうした経緯もあってか志村健さんはプレッシャーをかけず間が良い素質が良いと褒めちぎったと言います。メロメロだったのか本当にセンスを感じていたのか、この後の彼女の成長から見れば両方とも正解だったのかもしれませんね。この出会いを機に1987年から始まったフジテレビ系志村健の大丈夫だではあらゆるコントで志村健さんとお茶の間の爆笑を誘うことになります。お花棒夫婦コント、変なおじさんに襲われる OL と今なおファンの間で語り草となる名作ばかりですね。しかし演技やコントの師匠というだけではありません。まだまだ新人の石野陽子さんにいわば礼儀作法を教えたのも志村健さんだったのです。全項目でも触れたようにサバサバ系の石野陽子さん、なんと当時から現場のスタッフさんなどにも臆さず物を言っていたと言います。これを楽屋へ読んで諭したりたしなめていたのが志村健だったのですね。ただ通常なら年齢差もあって芸能界の父となりそうな雰囲気です。それが恋仲になってしまうのが志村健さんの魅力なのでしょう。2020年の取材では大丈夫だ収録後の飲み会を断っていたとしている石野陽子さん、けれども当時を知る芸能関係者によればこれは彼女の優しい嘘なのだそうです。実際には飲み会に参加、しかも次第に志村健さんと二人で飲みに行くようになったそうですね。もはや何の支障もなさそうなお二人の交際、ただ実際にはその関係に至るまで時間がかかった模様です。その理由は志村健さんのシャイな性格でした。もう周りの方が早く告白してしまえと思うくらいだったということで、テレビのイメージと浜田違って可愛さすら覚えますね。そういうギャップがあるからこそ数多くの女優さんに好かれたのなもしれません。二人の関係は恋愛そして同棲へと進んでいきます。シャイな志村健さんと石野陽子さんの交際について調べていくと意外なお名前も登場しました。今や MC として数多くの番組を抱える坂上忍さんです。実は石野陽子さんは彼と交際をしていた模様です。けれどもその関係性はくっついては別れという感じで、これはこれでモヤモヤしますね。一応坂上忍さんは大事な人である旨を認める発言もあったようですが、他方石野陽子さんはお泊まりデートすっぱ抜かれた時違う答えをしています。友達ではあったもののそのしつこさを理由にも合わない旨を表明してしまいました。今でこそ MC が主でそのキャラは少し影を潜めていますが、そういえば坂上忍さんは極度の潔癖症でしたね。石野陽子さんがしつこいと話した背景にはこのあたりもあるのかもしれません。ゴミの分別のために10個ものゴミ箱を用意し、休日には洗濯機とご自身のシャワーは誤解する徹底ぶりです。お泊まりデートともなればそのこだわりを目の当たりにしたのかもしれません。彼の面白いトークからはそんな妄想も浮かぶところですね。他方石野陽子さんのこの絶縁宣言が志村健さんとの恋仲成立へ大きな一歩となったようです。実はこの後に石野陽子さんは志村健さんへ報道を謝罪しているのですね。この時志村健さんは気にしていない旨を発し、それをも彼女は公言したのでした。つまりやや遠回しの交際宣言です。そして1991年には志村健さんの自宅から二人で出てくるところが週刊誌報道されました。この時恋仲が問われた志村健さんはうんと頷いたと言います。志村健さんの中で
もう公表しても大丈夫だとなったのでしょうね。しかしこの同棲も約1年後に解消、いつの間にか別れてしまったそうです。ご両親への挨拶も済まし、結婚秒読みと謳われた時もあったそうですが、人生というのは分かりませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。皆さんこんにちは。日本を代表するコメディアンの一人として長年テレビで活躍してきた志村健さん、タモリを嫌っていた理由に驚きを隠せない。今日は志村健さんのことについて紹介します。まずは志村健さんの経歴とプロフィールから紹介します。志村健は日本のコメディアン、ザ・ドリフターズのメンバーとして活躍する2020年3月、当時パンデミック初期であった新型コロナウイルス感染症による肺炎で死去したことで、国内各方面に大きな衝撃を与えた。生前は渡辺プロダクションを経て伊沢オフィスに属し、同じくザ・ドリフターズのメンバーで、すでに死去している碇谷長介や中本浩二と同様に没後も席を残している。志村健とタモリは芸能界ではほとんど接点がないままでした。しかし、かつて志村健が、笑っていいとも、出演を断った過去があることから、一般には両者は不仲であるとされてきました。後に関係は修復し、2013年には志村健が、笑っていいとも、のテレフォンショッキングに出演しています。この記事では、志村健とタモリが不仲だった証拠と、両者の関係がわかるエピソードをまとめてみました。志村健とタモリの不仲説を決定的にしたのは、1992年に志村健が、笑っていいとも、のテレフォンショッキングへの出演を断ったことがきっかけです。1992年2月、桑野信義がお友達として紹介したのは、師匠でもある志村健だった。しかし、志村は、明日ゴルフなんですよ、と出演を拒否。タモリが再度、出演オファーするものの、志村は、明日天気いいもんで、と断固拒否を貫いた。電話を切った後、タモリは桑野に、ちゃんと出る人を、と思わずクレームを入れていた。以前からタモリと志村健には不仲説があり、この一件はそれを裏付けるエピソードと言われている。志村健とタモリの不仲説が囁かれる理由として、タカジンワンマンでの志村健の発言があります。この時、志村健はタモリについて、あの人の笑いはあまり好きじゃない、と発言しています。不仲説が囁かれるゆえんの一つに、以前、テレビ番組、タカジンワンマンで志村が、あの人、タモリの笑いはあまり好きじゃない、と明かしたことがある。この時、志村健はタモリを人間的に嫌いと言いたかったわけではなく、笑いに対するスタンスが違うという意味で発言しています。また、タモリとは、共演自体は少ないものの、ジャングルテレビタモリの法則や、ミュージックステーション、西村がゲスト出演しており、共演 NG というわけでもありませんでした。つまり、親しくはなかったが共演 NG でもない、というのが両者の関係に関する真相でしょう。志村健が1992年に笑っていいとも出演を拒否したのは、一説にはトーク番組が苦手だからだと言われています。志村健は作り込んだコントを得意としている一方で、フリートークではビッグスリーに勝てないと考えていたのかもしれません。その証拠に、よく飲みに行ったという生島ヒロシに対しては、タモリ、たけし、さんまのビッグスリーの台頭に、危機感を感じていたことを明かしています。独立後もよく一緒に飲みに行っていたという生島は、志村さんは、俺は常に不安だ、と、タモリやビートたけし、明石やさんまらの台頭に危機感を募らせていたという。このため、志村さんは国内外からビデオを取り寄せて、ネタの研究に励んでいたそうで、いつ脅かされるかもしれないから自分にできる最大限のことをやる。毎日やったことが自信につながる、と話していたという、志村健とたけしは、確かに一時期不仲説がありましたが、実は志村健は、笑っていいとも、2、3回出演しています。1回目は2000年10月6日、2007年7月2日、
そして2013年11月5日の3回です。3回目の出演時の模様は YouTube で見ることができますが、この時タモリは志村を、志村けんちゃんと呼んでおり、トークでも不仲である様子は一切ありませんでした。タモリは1945年生まれ、志村けんは1950年生まれと同世代で、ライバル意識から確かに親しくはなかったかもしれませんが、2013年時点ではお互いにリスペクトし合う仲になっていたことは間違いありません。今日5日に放送された笑っていいともの、テレフォンショッキングのコーナーにお笑いタレントの志村けんさんが出演しました。タモリさんと志村けんさんが番組で共演する機会はほとんどなく、テレビ番組タカジンワンマンで志村さんが、あの人タモリの笑いはあまり好きじゃないと話していたことから、これまで不仲説が流れていました。他にも92年にクワマンこと桑野信義さんがテレフォンショッキングで友達として次のゲストに志村さんを紹介しようとしたところ、志村さんはゴルフで行けないとがんなに断ったことがあり、共演を嫌っているのではと思われましたが、その後3から4回笑っていいともに出演しており、本当の不仲ではないようです。今回6年ぶりの出演となったようですが、志村さんはタモリさんにコーナー開始早々、これ番組やめちゃうんですって、なんでですか、まだまだいけるんじゃないですかと笑っていいとも終了について突っ込んだ質問をしました。これにタモリさんは、体がもう笑い血を吐くような動作をしながら、血だとボケてはぐらかし、急に志村が大好きな酒の話にすり替えた。これにネットでは、トーク嫌いなコント師とイレギュラー好きな MC で、とにかく合わないっていうだけ、ジャングルテレビタモリの法則に志村も結構出てた、タモリがガチで嫌ってるのはオダ、志村はタモリの芸風が何が面白いかわからないって言ってただけで共演自体は多い。M ステでも志村がバカ殿の格好してるのをタモリに茶化されたりしてる。タモリの方こそ NG が多い、コージーとか未だに一緒に出れないし、などのコメントがありました。ネットの情報によると、志村さんがタカジンワンマンに出演した際にタモリさんについて、あの人、タモリの笑いはあまり好きじゃない、言ったようなのですが、仲が悪いわけではなく、ただ笑いの観点が違うために共演することがあまりなかったそうです。タモリさんと本当の不仲説があるのは、ミュージシャンの小田和正さんですね。1984年に小田和正さんがテレフォンショッキングに出演した際に、フォークソングが嫌いと公言していたタモリさんと一触即発の状態だったようで、タモリさんがレコードを出しになった小田さんに話を振ると、きっと気に入らないと思いますけど、特徴したそう。また小田さんは専門的な話をしてもつまらないから、などと、タモリさんにきらみを言い、これタモリさんはバカにしてるんですかと切れる寸前だったようです。それからタモリはこの放送を振り返り、これまでで一番印象深い、気まずいねと語っていたそうです。最終回前にぜひともこの二人の共演が見てみたいですね。志村けんさんが亡くなったのは3年前の3月29日だった。東京東村山駅前の銅像には今も人だかりが絶えない。写真を撮る人の中には、大阪から友人たちと一泊できたという10代女性の姿も、小さい頃からバカ殿様のファンで、ずっと来たいと思っていたんです。銅像を見ることができたのは嬉しいけど、他に何にもないんですね。志村さんを忍ぶ場所を回るコースとかもあるかと思ってました。できれば、志村さんの記念館のようなものがあるといいんですが、もう一つのゆかりの地が、ずっと一人で暮らしていた東京、三鷹に残された豪邸だ。2月10日発売の週刊ポストには、4億円豪邸が廃墟に、という衝撃的な見出しが踊った。訪れてみると、以前の通り表札には、志村と記されている。お庭は荒れ放題ですね。野良猫が住み着いちゃって、子猫を産んで、その鳴き声が聞こえてきます。昨年末に元家政婦の女性がやってきて、ひどい状態ね、と嘆いていました。熱海に所有しているリゾートマンションもそのまま。
名義は志村さんの個人事務所 S カンパニー、代表取締役を務めるのは志村さんの兄智之さんだ。東村山の自宅を訪ねて今後について話を聞いた。もう丸3年なんだね。寂しそうな表情を見せる。昨年は中本浩二さんが亡くなり、残されたザ・ドリフターズのメンバーは2人になった。今年の命日は親戚一同で集まって研さんを偲ぶのでしょうか。それはないですね。今年はお墓参りをするぐらい。次に集まるのは七回忌だろうね。遺産の相続は終わったのでしょうか。去年の9月にね、莫大な遺産で整理するのも大変だったのでは。どうなんでしょう。実際はどのくらいの価値があるのか、地元の不動産業者に教えてもらった。確かに志村さんのご自宅は豪邸ですが、戸建ては古くなると財産としての価値は目減りします。築後36年経っているので建物自体の評価は出せないですね。最寄り駅から遠いのが難点ですが、閑静な場所ではありますので土地代としては1億円以上にはなるでしょうか。住む人がいないのだからこのまま維持する必要はない。しかし放置すれば建物は劣化していく。売却して現金化すれば相続のために分割しやすいようにも思える。家にも車にも志村さんの思い出は詰まっている。ファンにとってはそれが何よりも大切な価値なのだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。